久保建英がすごすぎて普通に恋愛とかできてるか心配。どうも、はじめレオザフトボールです。ね、久保建英、今回レアルマドリー移籍決まりました。本当すごいことなんですけど、18歳でですね、もうね、バルサとレアル両方経験してるわけじゃないですか。バルサの下部組織を FIFA のルールでね、日本に戻されて、そっからね、 J リーグでまあちょっとした挫折って言いますかね、ちょっと苦しさも経験して、で戻ってきてね、FC 東京で出られずマリノス行ってちょっと活躍して戻ってきて大活躍、それでレアルマドリードですから、このですね、この経緯を踏んでる人がですね、こう恋愛にかまけてられるはずないってなりますと、これが大人になって大金を得てですね、こうね、エロい外国の美女がいっぱい来た時にですね、果たして久保建英は耐えられるかみたいなね、そういった状況マジであると思いますので、ってなりますと、やっぱりね、恋愛面なんかもこう下世話な話じゃなくて、そういうね、私生活面、やっぱ私生活が崩れるとピッチに影響出るみたいな、よくこの動画で話しますけれどもね、ビジャとか離婚調停の裁判中は全然ゴール取れなくなったバルセロナでね、そういった時期ありましたので、久保建英のね、そういったプライベート面、できるだけね、僕結構ピッチの方に注目したい方なんで、あんまりこういった動画でそういうのは取り上げないんですけどね、イカルディとワンダナラぐらいにですね、盛り上がっちゃうと取り上げざるを得なくなりますし、そうなるとね、久保建英がなんか柴崎岳君の嫁寝取って、そこでバチバチ問題になってみたいなね、そういうのね、自分の国の代表の選手だと笑うに笑えなくなりますから、なんでその辺のね、プライベート面も充実させて、今後もね、素晴らしいキャリアを歩んでほしいと思います。というわけで話戻りますと、ですね、レアルマドリー、年俸100万ユーロ、1億2000万円の5年契約、移籍金200万ユーロ、2億4000万というオファーを提示したっていう話がありまして、このまま決まったかは分かりませんけど、まあこのね、前後の金額なんじゃないかというふうに言われていますね。で、レアルマドリーの公式サイトによりますと、18歳になったばかりの、すでに日本のフル代表の選手を獲得したっていうので、まあ久保建英は来季のカスティージャの補強のためやってくると。なんで下部組織ですね。で、マドリーのトップレベルのアカデミーは世界で最も将来を約束されたヤングスターの一人を手中に収める準備をしたと、まあ今後ね、この後に獲得するかそういう、分なんだと思います。で、技術的に大きな才能のある攻撃的ミッドフィルダーで、素晴らしい視野とスピードとゴールを見せる力を持っていますって感じで、まあかなり久保に期待を寄せつつ、それでもね、トップチームで使うつもりはないって感じでは、はっきりサイトで宣言してるんですね。で、ここでまず最初のテーマにしたいのは、久保建英はやっぱり J リーグに残るべきだったんじゃないかっていう、まあそういった、話ですね。僕個人的にはやっぱり J リーグで FC 東京優勝させて、それで海外に行く久保建英が、見たかったわけなんです。なんでね、ね、カスティージャの方だったらですね、半年ぐらいレンタルで、FC 東京にいさせてもらってみたいなのもまだ可能性としてないのかなとかですね、あとね、リーガの別のチームに貸し出したりとかないのかなって思いつつ、まあその辺はね、話が出たらまた、取り扱うとしまして、まずですね、僕はファンとして残ってほしいんですけど、レベルアップのためには、出ていかなきゃいけないんじゃないのかなってすごい感じるんですね。一応久保の特徴、この動画でですね、よく取り上げてますけれども、その辺をね、まとめて、ざっくり話すとしまして、詳しく知りたい方は過去の動画漁ってください。まずタッチの細かい、選択肢を多く持ったドリブル、味方のスピードを殺さないパス、そしてですね、キャンセル力、しようと思ったプレーを相手のね、判断に合わせて変えられるみたいな上手い選手たちが、持ってる能力持っていまして、またね、左足のキック精度素晴らしいものがあります。フリーキックも、J リーグで決めています。そしてですね、攻守におけるポジショニング、先日ね、日本代表の試合の時は守備のポジショニングの話しましたけれども、攻撃の時もですね、狭いスペースできちんと待ってですね、来た時は当然前を向くターンだったりとかトラップうまいんですけれども、ボールが来ない時もそこで待って、他の選手のね、特にサイドバックにスペースを与えたりですとか、そういったプレーができますし、あまりにもね、味方が後ろでボールをつなぐのを困ってる時は降りていって、カウンターとか低い位置からの攻撃の起点になるみたいな、そういった判断もできる選手です。なおかつ守備の時に下がりすぎない、味方がボールを奪える時のためにですね、かなり高い位置を取っておいて、で自分のサイドのね、選手、自分がマークしなきゃいけないサイドバックとかが上がってきた時も結構ほっといたりするんです。ただこれをですね、そこにボールが出てきそうな時は戻るって感じで、カウンターのためにできるだけ高い位置にいて、こうあえてサボってる守備っていうんですかね、結構デンベレとかもやりまして、デンベレの場合は普通にサボってるだけじゃないかって思う時あるんですけど、久保建英はこれをね、意図的にやってるっていう風に、ナンバーの方の、このね、雑誌のインタビューで読みましたんで、そういったこうチームを勝たせる、守備の時から攻撃考えてる、攻撃の時から守備考えてるみたいな、そういったね、頭を常に回し続けるみたいな、そういった教育を、子供の頃からされてるっていうのも本で読みましたし、そういったね、能力を持ったプレイヤーです。でですね、一応悪いところも言いますと、体力が落ちてきた時、後半のね、深い時間とかの時の、プレイの精度が、まあ前半がね、すごい高いっていうのもあるんですけど、ちょっと落ちて見える時があるのと、あとはですね、まあ空中戦、ただ空中戦に関してはそんなに使うね、ポジションというか役割のプレイヤーではありませんし、あとは裏抜けですね、先日言ったちょっと改善は見られてるんですけれども、ね、ボールを、こう受け取って周りを使うタイプの選手ですので、自分が行った方がいい時にですね、ボールを
受けに行ってしまうっていう時は結構、見られますので、この辺はね今後改善されていくと思います。で、最近の J リーグの試合だと久保のパスにですね反応できない選手とか、結構ね前よりも多く見られるようになって、で久保建英に関しましては右サイドでボールを持った時にフォワードはですね、まあ、裏に抜けるところを使うように、監督から長谷川監督から指示が出てるようなんですけど、そこでですねオフザボールの動きだったりそのツートップの動きがこう狙えるところを狙っていなくて、久保建英が、まあ、一旦、他の選手にボールを預けて作り直すみたいなシーンもありますので、この辺がですねやっぱり久保建英としてはボールをね出せる、さっき言った細かいタッチで相手の動き見ながらキープして飛び込めないようにして、そして味方を使うっていうプレイヤーですから、まあ、そういったより一層高いレベルのところを求めるっていう風になるのも仕方ないと思います。また昔からですねもう僕バルサに行くっていう本を書いたぐらいの、まあ、親御さんで、実際バルセロナに入れるためにですね逆算した教育をしたっていう話がありますから、その辺なんかネットやや漁ってもらえばかなり出てくると思うんですけど、なんでもともと J リーグでの成功っていうのをですね視野に入れてない、なんなら向こうから帰ってきた時にですねおそらく、海外に行かせてくれるクラブっていうのを、選んで交渉したと思いますので、そう考えるともう行かせざるを得ない状況まで来ていたんだろうなというふうに思います。で、契約期間なんかも考えると、すごいね才能のある何十億取っていいような選手だっていうふうに僕は思うんですけど、それでもですねこういった2億4000万ぐらいのちょっと安めのね移籍金になってしまうんだと思います。そして、ここからはですね、レアルマドリードに、まあ、行きますけれども、バルセロナを裏切るのかみたいなそういったことをおっしゃる方いますね。ただそこに関しては、まあ、裏切りっていうよりもですねバルセロナも取りたかったらお金を出したりですとか環境を整えたりとか、まあ最初はねバルセロナにいた、選手ですから、ポールポジションにはいたと思うんですね。優先交渉権も持っていた可能性高いです、 FC 東京にね。ただそれでもですねレアルマドリードに決まったっていうのはそれだけレアルマドリードの方がね、本気で久保建英をですね口説きにかかったと思いますので、代理人の、思惑だとかいろいろありますけど、結局代理人も代理ですのでね、それで久保建英ぐらい考えたプレーしてる選手が、クラブの行き先なんかはどうでもいいっていう風になるはずないですし、どうでもいいっていうような選手だったら最初から FC 東京から、マリノスに一旦レンタルで、出してもらって、プレー時間確保してみたいなことも、しなかったと思いますので、そのね家族とか周り含めて、なんでそう考えると、マドリーがですねそれだけ久保建英に本気になったからこういったことが起きたんだと思います。で、マドリーバルサどっちに行った方が良かったのかなって、自分なりに調べたら、まずレアルマドリートップチームの下部組織出身者調べたら、ナチョ、レギロン、カルバハル、ジョレンテ、バルベルデ、ビニシウス、これビニシウスはねもうほぼブラジルで育ってますけど一回 B くぐってきてますので一応入れてあります。で、バスケス、マリアーノで8人って感じで、で、バルセロナがピケ、そして、セルジ、ロベルト、ブスケツ、ラフィーニャ、アリナ、メッシ、プッチって感じで、これがですね、7人ですね、1、2、3、4、5、6、7人で、さっき言ったね、ビニシウスを入れないとすると、まあ、同じ人数ですね。で、下部組織の登録でシーズン中トップで出場している選手ですね。なので今回、久保建英、レアル・マドリードの B に、カスティージャに移籍しまして、ここからね、トップにも出場できる出番がある確率っていうのはここで出るかなっていうふうに思ったんですけれども、マドリーに関してはクリスト、リュカージダン、ハビサンチェス、フィダルゴっていうこの4人が出てました。で、バルセロナに関してはワゲ、ミランダ、プッチ、アベル・ルイス、チュミ、オリオールって感じで6人が出ていましたね。で、マドリーに関してはリュカージダンとかはねお父さんがトップチームの監督っていうところがありまして、この辺なんかこうね 0.5 ぐらいの扱いがいいのかなと思いますと、バルセロナの方がですねトップの試合で、選手をね使った、この回数自体は分かんないですけど選手のね、この幅自体は広いです、多いです。そしてスペイン代表に呼ばれている下部組織出身者、こういったところを調べると、まあ、どっちのねチームに行った方が今後の久保建英の成長に関係あるかなっていうところが分かるかと思いまして、マドリーに関してはカルバハル、エルモソ、ジョレンテ、モラタ、ロドリゴっていう5人 でバルセロナはアルバ、セルジ・ロベルト、ブスケツって感じで、ただこれに関しては今の最新の代表を出しただけなんでその時によって変わるんで、ね、そうなりますとここはそんな関係ないのかなと思います。で、来シーズンのですね体制、ターンオーバーをですねおそらくバルベルデまたね、がっつり敷いてバルサチャンピオンズリーグ取ろうとしようと、してくると思います。で、勝ち点を落とさない采配、バルベルデの場合は後半の修正がうまいんで、それで勝ち点を積み重ねてシーズンの大事じゃない試合というか優先順位が低い試合の時には下部の選手をがっつり使うってことがありますので、リーグ戦だと、まあ、今シーズンは1シーズン目なんで結構勝ち点重ねてってあると思いますけれども、ただですねやっぱりその辺で修正力っていうのがバルベルデほどないんで、勝ち点を落としてどうしてもですね、若手にチャンスを与えるぐらいにこう余裕を持った、このリーグにできない可能性があるんですね。っていうところでこっちはバルサの方が出場機会ありそうですし、またトップの層が今のところ
放出が進んでなくて、なおかつ大型補強してるんで、かなり層が厚いっていうのがあります。ってなりますと、若干バルサの方がまあチャンスはあったのかなっていうふうに思うんですけれども、それでもですね、もう格段に下がってどっちに行った方がいいって言い切れるようなデータではありませんでしたので、今後は本当久保建英のですね、あのチームでの活躍次第になるのかなと思います。なのでカスティージャ B どういった戦力なのか調べました。カスティージャ B に関しては、来シーズンラウルが監督になる噂がありますね。でですね、カスティージャ B こういった布陣なんですけれども、久保建英のライバルなのは、右サイドかもしくはトップ下だと思ったんで、まず右サイドのこのデフルートスという選手ですね。この選手22歳の選手で、公式サイトによりますと、ホルヘデフルートスは前線のどこでもできるワイドプレイヤーだと。そしてね、ファインフィートって書いてあるんで、もういい足ってそのまま訳しちゃいましたけど、いい足と、ファンタスティックな視野を持っていて、チームメイトの連携プレーでグレートな影響を与えるっていう、グレートエフェクトって書いてありましたね。そしてスピードが印象的な素晴らしいストライカーであり、ダイレクトプレイヤーだとね。このダイレクトっていうのが、この日本と海外でちょっと表現が違うんで、どっちなんだろうなっていうね、まあ直接的にゴールを向かうって感じなのかなと思いつつ、ボックス内のフォワードのために素晴らしいクロスを入れますし、ゴールを奪えるミッドフィルダーでパワフルなドリブラーでもあると。で、僕実際ね、これ見られないかと思ってワイスカウトの方ですね、見てみたら、あの下部のプレイヤーですけど、あの映像あったんで、そこでのね、僕からのレポート紹介しますと、体の厚みめっちゃあるんですね。身長170ちょいなんですけれども、体の厚みめちゃくちゃあって、縦突破からのクロスが多い、右サイドの、ワイドのアタッカーで、すごくアグレッシブに攻守にわたって動くタイプでした。で、裏抜けのタイミングとかコース走り出すね、ダイアゴナルランとか、それがあんまり良くないんで、プレイヤー的にはルーカス・バスケスとかそれと近い感じなのかなって思います。そしてフィダルゴに関しましては、このプレーメーカーで、ボールコントロールがすごく上手いとね、それでドリブルで運ぶのも上手いと。で、ボール失わなくてラストパスのスペシャリストだっていう風に、公式サイトには書いてありまして、で、彼の能力で最も顕著なのはサイドをアンバランスさせることって書いてありまして、これがサイドをアンバランスさせるってどういうことなんだろうっていうので、守備でね、片方のサイドに寄っていくのか、それともね、相手の攻撃をサイドにどっちかに寄らせてサイドチェンジするのかっていうところで、こっちも見てみました。そしたらですね、ラストパスのレンジがめちゃくちゃ広いんですね。あの逆サイドに振るサイドチェンジだったりですとか、低い位置からのラストパスでね、あの中盤のラインとディフェンスのラインを超えたね、スルーパスを裏抜けするストライカーに合わせるみたいな、そんな感じ でディフェンスの予測力、そういったね、攻撃の時の、どこに味方走り込むとかいう予測力が守備にも生きてる感じで、味方が失った瞬間にね、どこのスペース埋めるかとか、どのコースで走ってって相手にね、このタックルするかとか、そういった、プレーがですね、すごい良かったんで、なんであのベラッティっぽいなっていうふうに見ていて思いました。ただちょっと持ちすぎたりボールに寄っていきすぎるところがありますので、線がね、この太いタイプじゃないから、こうガツンと削られて潰されたりとか、あとあんまりリーダー型っていうより自分の技術で持っていくタイプなんで、周りを動かさないんで、なのでね、あのこの、フィダルゴの周りのところに選手が密集してたりとか、ポジショニング悪いっていうのは、まあ、あのレアルの下部組織あるあるですけれども、その辺があるなっていうふうに思いまして、なんでフルートスと比べると、単純なスピードだったり、体の強さ、久保建英はないですけれども、ね、ディフェンスの隙間で受けたりですとか、全体的なサッカー IQ だったり、プレーのバリエーションで、全然勝てるかなっていうふうに思いまして、で、フィダルゴに関しましては、そういったね、キックのレンジとか、そういったラストパスでは、フィダルゴの方がですね、まあ、長そうですけれども、ただそこに関しては、久保建英がまだね、能力を見せきっていないっていうところが、ね、FC 東京でありそうな感じもしますし、プラスですね、自分自身がボールを受ける位置を考える能力っていうのは久保の方が高いんで、なんか国籍的なですね、振りだったりですとか、言語的なところでですね、あの障害にならなければ、久保建英は十分ですね、このカスティージャ B で、スタメンを取るっていう可能性、あると思います。で、そこからトップチームに行くところですよね、久保建英の場合、こういった人たちがライバルになります。はい、やばいというわけですごいメンバーですよね。直接的なライバルになるのはやっぱりサイドで左利きの選手っていう風に言いますと、アセンシオだったりブラヒムディアスだったり、こういった左足で中に視野を取ってコンビネーションでプレーするアセンシオ、またそこからね、ドリブルで仕掛けて左右のね、アタッカーでプレーできるブラヒムディアスっていうのがライバルなのかなっていう風に思いつつ、まあベイルは出ていくでしょうし、バスケスはさっき言ったように縦にですね、上下運動する感じで役割違うし、あとビニシウスとかはね、もしかしたらレンタルで出されるかもしれないしって感じで、なんで EU 外枠っていうところを考えますと、今ビニシウス、そしてサントスから来るロドリゴ、そしてミリタンで埋まってるんですね。なんで誰かが抜けないと、久保建英のトップ登録っていうのは厳しくなるんですけど、ビニシウスがアザールが来てレンタルされるかもしれないので、その辺でチャンスがないわけじゃないかなっていうふうにちょっとね、希望的観測もありますけど見てます。で、マドリーってですね、 B チームからトップチームに監督を、この昇格させるパターンありますね。あのジダンもそうですし、最近だとソラーリもそうでした。っていう風になりますと、今度ね、ラウールが B チームの監督になりますと、ジダンがもしもですね、ダメだった場合、次はラウールっていうになる可能性がありますので、久保建英がカスティージャで活躍してたら、当然ラウールがですね、一緒に、引き上げるっていうね、このソラーリビニシウスパターンがね、あるかなっていうふうに思いまして期待しています。で、一応今のレアル
マドリードの戦力、来シーズンどうなるかっていうところで、この間の図、こちら。はい。これ、ヨビッチウィングン使うっていうわけではなく、ベイル、ロナウド、ベンゼマがいた時のレアルの感じで、このサイドにも行くけれども、基本的には中央でクロスを待つような役割で、で、守備の時にアザールかヨビッチどっちかが下がって 4-4 になる形ですよっていうふうに、思ってください。で、そうなりますと、まあ、ベンゼマのところにヨビッチ使われるとしたら、まあ、右サイドがですね、久保の役割になりますし、こういった前線になるとしたら、モドリッチがですね、いる場所が久保の、このね、狙うポジションになりますんで、てなりますと、久保建英のね、ライバル、もうね、カスティージャは勝ち抜けるとしまして、ここでの久保のライバルなのは、ヨビッチ、モドリッチ、そして、これから来るって噂されている、ポグバかエリクセンっていう、これ、このね、ヨビッチ、モドリッチ、ポグバ、エリクセンと争う日本の18歳って、これもう漫画じゃないですか。唱えますと、今ね、このチャンネル見てくださってる皆さんだけではなく、日本全体のサッカーファン、信じられないような映像がたくさん見られるっていうかね、すごい歴史的瞬間をね、久保建英はこう繰り返してくれるんじゃないかっていう、そんなプレイヤーですんで、ここからはですね、変な女の子に捕まらないことと、怪我だけに気をつけて頑張ってほしいと思います。そして、レアル・マドリードのカデーテにはですね、中井くん、僕何回かね、動画で分析していますけど、このね、日本人選手もいますし、この中井くんの場合はテクニックあるんですけど、ポジショニングがうまくないんですね。って考えますと、この中井くんがですね、この久保建英と一緒にまあ出会って、これでですね、久保建英がいいお兄さんみたいになったら、テクニックのある中井くんが久保建英から学んでですね、日本人の中盤2人でレアル・マドリードをですね、こう、牽引してるみたいな、そんなですね、もう漫画で書いたとしても、こう、編集者からちょっとできすぎてるんで、方向変えますかみたいなね、そういう風になるような、夢のようなことが起こるのかなというふうに思いまして、ここで取り上げさせていただきました。そして心配としましては、レアルマドリードが中心に据えるかもしれない、このね、久保建英なんで、東京オリンピックですね、その目玉になる、久保建英がですね、もしかしたら久保優也のパターンみたいにですね、久保はこのパターンありますね、このチームからストップがかかる、いやいやオリンピックなんかに貸せませんけどうちの戦力はみたいになるとね、あ、久保建英がすごすぎる、あまり目玉にできなくなっちゃったみたいな、そういったことがあるかもなっていうふうに思いまして、最後にまあ嬉しい悲鳴って表現が合うのか分かりませんけれどもね、久保建英がすごすぎることによって、起こりそうなですね、まあ今後の事件なんかも話させていただきました。そんな感じでいかがだったでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録、面白い動画だと思ったら拡散して広めてくだされば嬉しいです。最後にフッティスタの選手紹介の方も楽しんでください。レオザフットボールでした。ボーイ。WCCF フッティスタ2019 30秒カード紹介。今回紹介するのはこちら、ジョルジオ・ワイナルドゥム。地味なようでダイナミックなセントラルミッドフィルダーっていうね、ダイナミックで地味な人結構見てるんで、なんかフォローできてるっていうか変わってる感じはしないですけれども、守備攻撃どちらにおいても適切なポジショニングを取れる選手で、笑顔に高校級時間があります。そしてスキルがムードメイク、もうなんか特徴なかったのかなって思っちゃいますけど、チームの空気を良くするのか、女の子をバーに連れていくのか、オランダの伊達男ワイナルドゥム注目です。